はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。奴隷のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボ絞りジャーバンド1目均衡表トレンドはありません。ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベース、方向感のないレンジ内での動きと考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。二時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線21本。移動平均線真横を向いております。トレンドは全く出ておりません。はい。バンド幅もかなり収束しております。どういうことかというと、もう値、ね、動きがなくなっているということです。二時間足ボリンジャーバンド。トレンドレス状態ということです。はい。二時間足ストーキャスティックスは売りシグナリが点灯しております。 はい、こちら2時間足1目均衡表です。はい、ローソク足が雲の中に入っております。トレンドレス状態。その中、短期市場の赤いラインの転換線、中直市場の青いラインの基準線、直近の動きを示す紫色のラインの地行線3本とも、直近では真横を向いているということで、方向感が全く出てないということで、2時間足1目均衡表もトレンドレスでバイアスもない状態ということです。はい、それでは本日、ロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。はい、サポートラインは132

はい、本日、ロンドン市場の予想レンジ132円ちょうどレベルから133円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、パウエル議長、高ハ発言期待、思惑外れるということで、はい、昨日、パウエル議長なんですけども、リスクバンク主催のイベントで、高ハ的な姿勢を示すのではないかとの思惑から、米金に上昇でドル円132円の48レベルまで上昇したんですけども、はい、パウエル 議長経済や金融政策について言及しなかったということで131円の72位まで急落ということで、はい、次のイベントなんですけどもマーケットではもうあの明日のですねアメリカの CPI 待ちということで12日22時30分発表のアメリカの CPI 待ちになっておりましてマーケットではほとんど方向感がない状態ということです。はいそんな中 はい、2時間搾りンジャーバンド一目均衡費用トレンドレス状態ストーキャスティックスは売りシグナルが点灯ということでドル円本日ロンドン市場におきましてチャート形状的には方向感のないレンジ内での動きと考えております、はい、続きまして右のバナーにありますチームハロンズ視聴者限定キャンペーンのご案内ということで、はい、YouTube 概要欄から講座解説をしますと通常の講座解説特典2000円と 新規取引1回1万通貨10ロット以上でチームハロンズ視聴者限定キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ということですさらに取引量に応じて最大30万円合わせて最大30万7000円のキャッシュバックとなります詳細につきましては YouTube 概要欄をご,ご参照ください、はい、最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします 本日は以上となります。